巨人23日の試合で負傷交代の坂本隼人、右大体二頭筋、超頭肉離れ2度と、球団発表。巨人は27日、23日、広島戦で負傷交代した坂本隼人内野手に関し、右大体二す筋、超頭肉離れ2度と診断されたと発表した。写真、右足を負傷し、厳しい表情でベンチに戻る坂本。 坂本は23日、広島戦に一番遊撃でスタメン出場。初回に二塁内野安打を放ったが、一塁に激走した際に、右太もも裏を抑える仕草を見せ、安倍ヘッドコーチとトレーナーに付き添われて、右足を引きずりながらベンチに下がった。翌24日に出場選手登録抹消。今後も引き続き故障班でリハビリを行う。 巨人、坂本隼人右太もも裏の肉離れか。前半戦の復帰絶望的これまでなかった、下半身の筋肉系負傷。チェラセリーグ、広島3-1巨人、24日、松田。巨人の坂本隼人内野手、34が24日、出場選手登録を抹消された。 この日、都内の病院で検査を受けたが、右太もも裏の肉離れとみられ、全地までは最低でも1ヶ月程度はかかる見通し。前半戦中の復帰は絶望となった。坂本を書いた打線は後期を活かせず、広島の先発大瀬良には松田で11連敗となった。首位阪神とのゲーム差は4.5のまま。坂本の復帰までチーム一丸となって食らいつきたい。 広島線のスタメンに頼れる男の名前はなかった。坂本はこの日、午前中に広島から帰郷し、都内の病院で検査を受けた。正式な診断結果は週明けに出る見込みだが、現時点では右太もも裏の肉離れの見通し、前置も現状では不明だが、復帰までには最低でも1ヶ月程度はかかるとみられる。 7月22日の DNA 戦、横浜から始まる後半戦での復帰を目指すことになりそうだ。坂本は23日の広島戦、松田の初回戦と二類への難野安打を放ったが、一塁へ駆け抜けた際に、同化症負傷原監督は、非常に怪我とか、我慢強い人があそこまで、痛がる素振りよね、と、厳しい見通しを明かしていた。 開幕当初こそ打撃不振が続き、スタメンから外れることもあった坂本だが、次第に復調。5月31日のロッテ戦、ゾゾでは史上初の遊撃での2000試合出場を達成した。今月8日のオリックス戦、京セラビーからは主に1番で起用され、6月の打率は3割3分8厘と、校長を維持。3番に入った、同16日の楽天戦。 東京 D では逆転サヨナラスリーランを放ち、2年ぶりに2桁本塁打に到達した。今月は11勝7敗と上向き、交流戦部位も視野に入れたチームを絶好調の4番岡本はと共に支えた。今季はここまで63試合で打率2割7分10本塁打28打点をマークしていた。 2007年にプロ入り後、これまで脇腹の肉離れなどはあったが、下半身の筋肉系の大きな負傷はあまりないだけに、今後の状態が心配される。この日の試合後、原監督は坂本について、最善を尽くして早めに復帰してくれることを願うということですね、と、負傷が長引かないことを祈った。坂本の代わりには、北村匠内野手、27が1軍に昇格。 今は全員で坂本が抜けた穴を埋めるしかない。今年の坂本、4月8日開幕から22打席連続無安打だったが、広島戦、松田の7回、23打席目に中越えソロを放ち、これが今季初安打。同18日、DNA 戦、長崎で通算2000試合出場達成。5月3日、ヤクルト戦で史上初の東京 D 通算1000安打を達成。 同11日、DNA 戦、横浜で、通算423二類打ち目を放ち、王貞治が持つ、球団最多記録を塗り替えた。同31日、ロッテ戦、ゾゾで、史上初の遊撃での2000試合出場達成。6月10日、ソフトバンク戦、ペーペイーで、18年、9月29日、広島戦、東京 D 以来、5年ぶり、通算18本目となる、初回戦闘打者団。 同16日、楽天戦、東京 D で逆転さよならスリーラン。自身13年ぶり、6度目の劇団となった。同23日、広島戦、松田の初回に2塁へ内野安打を放ったが、1塁に激走した際に、右太もも裏を痛めて交代。